何？スマホからこんな音初めて。緊急招集？一体何なのよ。みんな揃ってる？フーさん、この警報は一体何だ？みんな面食らっている。説明をしてくれ。いや、私だってわかんないのよ。日向と水戸は何か聞いてないの？それが、スマホにこんな機能があるのも全く知りませんでした。それに信託もないし、大社からも何も。勇者システムの誤作動でしょうか。それについては私からご説明します。東郷先輩、何か知ってるんですか？ただいまより緊急会議を開催いたします。どうぞご静粛に。緊急？東郷さんがそうおっしゃるからには何かよほど大変なことが。ああ、これはなんか違うわね。今何月だっけ？3月か。やっぱり今月21日は勇者結城優菜ちゃんの生誕記念日であります。はあ。え？なんだよ、それだけのためにこんな大層な警報を鳴らしたのか？その通りです。これは何を置いても話し合うべき議題ですから。そうだね、ゆうゆの誕生日はワッシーにとって一大事だもんね。そうですね、とても大事なことです。大切な人の誕生日は。いや、だからってここまでする？これってスマホどうなってんの？僭越ながら、ゆうなちゃん以外の方のスマホをハッキングさせていただきました。ハッキング？それって犯罪なんじゃ。大丈夫よ銀、なぜならこれは超法規的措置に相当する案件なんだから。なわけないでしょ。無駄よカリン、あんたも分かってるはず。こうなった東郷は暴走機関車だって。その行動力の半分でも私にあれば。ああ、ゆうきちゃんの誕生日の相談だから本人は来てないんだね。ゆうきには日頃から世話になっている。協力しよう。まあそのこと自体に異論はない。 Me too、 みんなでいいバースデーにしてあげましょうよ。それでは相談に移りたいと思います。じゃあ、まあそれで具体的にどうするか考えないとね。またサプライズパーティーとかですか？プレゼントは何がいいだろう。ゆうなさんは何でも喜んでくれそうです。とっても優しいし。それに何よりも皆さんと仲良くすることを望まれる人ですよね。そうだな、変に凝ったものを送るよりかえっていつも通りのパーティーがいいんじゃないか。却下します。な、何か特別なことをしてあげたいんです。ゆうなちゃんの生誕祭なんですから。祭りに昇格しちゃった。はいはい、それならプレゼントにはワッシーにリボンをか、却下だ。誰かの誕生日のたびに妙な企みをするのは禁止する。却下されてしまった。ゆうなちゃんにとってはその方がいいのだろうけど、複雑な気分だわ。はあ、なんていうかあんたもつくづく難儀な性格よね。じゃあいつも通りだけど、ちょっと変えてゆうなさん用にアレンジしたパーティーはどうすか？それはとてもいい考えだわ銀。けど勇気用ってつまりはどうなるんだ？美濃和さん、意見を出したということは結城さん用にどうするのか考えてあるの？いやそこまでは全然。何でも喜ぶ人を心底喜ばせるのってなんだか難しそう。そうだな、結城さんの好きなものでとなると肉ぶっかけパーティーでしょうか。楽しそう。いや、どんなパーティーよそれ。肉をぶっかけ合うクレイジーな絵しか浮かんでこないわ。ゆうなちゃんの喜ぶこと、ゆうなちゃんの喜ぶこと、ゆうなの喜ぶことね。あ、ねえ、私に一つ考えがあるんだけど。
ああ、最近これあんまりやってなかったんだけどね。まさかカリンの提案が未開放地域の開放だとは思わなかったな。開放地域が広がってそれほど無理に進まなくても良くなってきたからね。それでも必要な場所が未開放なら私たちで開放しなくては。でも信託もないのに勝手に開放ってしていいんだっけ。信託で動かないと敵に取り返される危険はあるけれど、自発的解放自体に問題はないわ。取られたらまた信託があった時に取り返せばいい。把握した。しっかしよくこんなこと思いついたな。カリンに4玉ポイントやろう。何よその玉ポイントって。よくぞ聞いてくれた。この玉ポイントが100まで貯まると。いらないわ、返す。どーい、最後まで聞け。カリン先輩ツンツンモードだ。でもほんとさすがだよカリンちゃん。ユウキちゃんのこと分かってるって感じ。長い付き合いですもんね。最近知り合っただけの私たちでは到底思いつけなかった案だわ。それほどでもないわ。完成型勇者にはアイデア出しなんてちょろいもんよ。すっげーな。完成型ってどうやったらなれるんですか。それは毎日のトレーニングとサプリと煮干しでしょうね。やっぱりちょっと煮干し買ってきます。今行かないでよ、もうすぐ戦闘だよ。カリンちゃんとっても素敵な案だわ。私からもお礼を言わせて。な、何よ。東郷にお礼を言われる筋合いないわ。たまたま思いついただけだし。それでも助かったもの、ありがとう。やめてよね、そういうの。別にあんたのためじゃないんだからね。奥さんご覧になりまして、あれがデレでしてよ。まあ本物のツンデレ、尊いものですわね。あ、奥様ごっこ始めた。いいわね、樹海の中でもエンジョイできて。カリンはツンデレ、把握した。するな。ああもうみんなうさい。さっさと行くわよ。ゆうきちゃん、お茶が入りましたよ。ありがとうひなちゃん。でもみんなどこ行っちゃったんだろう。よかったらゲームでもしない？ゴーリさんが貸してくれたから。あ、うん、ありがとう。それじゃあせっかくだから少しだけ。ひなたさん、みんなにゆうきさんを足止めするよう言われましたけど限界ですよ。そう言わないで、樹海で戦っている皆さんのためにも頑張りましょう。そもそもどうしてゆうきさんの端末だけ樹海化警報が鳴らなかったんですか。それも東郷さんのハッキングみたいです。大社にはとても見えませんけど。あー負けちゃった。ねえ、さっきから二人で何を話してるの。なんでもありません。お茶のおかわりはいかがですか。まだいっぱい入ってるから大丈夫。他のゲームにする。別のソフトもまだあるよ。うん、私ゲームの才能ないみたい。それでしたら私たちとお話でもしませんか。世間話とか。うん、だけど他のみんなは。私たちだけでは楽しくないですか。そんな悲しいです。よを見てると自分まで元気になるっていうか、
すごく気持ちが温かくなる気がする。これって何なんだろう。勇者のパワーですよ、きっと。結城さんはそれがとても強いんでしょう。私ちょっとみんなを探しに行ってくる。ああ、待ってください。お茶を入れ直します。ああ、こぼれてるよ。服物ティッシュ、布巾。みんな早く帰ってきて。攻撃が通らない。ここの敵すっごく強い。さすがに拠点からかなり離れた土地だから手強い敵がうじゃうじゃいるみたいね。夏目さん、一緒に頼む。任せろ。援護するよ。よーっ、弾かれた。硬い。どんなに手強くても倒してしまわないとユーナちゃんの生誕祭ができない。対空戦闘、打ち方はじめ。うわっ、いくらなんでも打ちすぎだ。どんだけ弾入ってるんだ。手法、大型バーテックスに向けて発射用意。てい。そんな、命中したのに倒れない。バーテックスなんかに邪魔させはしない。すべてはユーナちゃんのために。こら、おっきい炭、あたしら仲間がいるんだ。一人で頑張りすぎんなよ。え、そうだよ、ワッシー先輩、私も頑張るから。二人とも。東郷さん、共に前衛の援護という役割を全うしましょう。そうね、先走ってしまって悪かったわ。銀、園子ちゃん、敵の背後に回り込んで。ラジャー。スミちゃん、私たちは敵の気をそらすのよ。わかりました。はあ。ナイス、敵がひるんでるわ。この隙にワイヤーで。敵の動きが止まった。今よ。カリン、大上段から行くぞ。各自全方向から同時攻撃はじめ。ひなちゃん、ここってどこ？ずいぶん遠くへ来たみたいだけど。もうすぐ着きますよ。皆さんお待ちかねです。え、お、来たわね、ユナ。うん、先輩、みんなも。今までどこで何してたんですか？ユキちゃんのために花のテーマパークを開放しに行ってたんだよ。ユナといえば一番の趣味が押し花だから、花がいっぱいあるところを探したのよ。え、私のために花のって、そんなところがこんな場所に。知らなかった。さあさ、ユナさん、どんどん進んでください。ユナちゃん、お誕生日おめでとう。あ、びっくりした。おめでとう。誕生日覚えててくれたんだ。当たり前でしょ、一年で一番大切な日だもの。東郷さんにとってね。いや、私たちみんなにとって一人一人の誕生日は大切な日だ。ユキ、おめでとう。おめでとう。いつもあんたが花花言うから、そのこの花の寄せ集めをあげるわ。花の寄せ集め、花束って言えばいいのに。カリンちゃんが花のテーマパークの案を出してくれたのよ。そうなんだ、ここ最高。いろんな花がいっぱいだね。カリンちゃん、ありがとう。この程度でそんなに喜ぶなんて。あんたって頭の中までお花畑ね。ツンデレ。
ゆうきさん。今日は大好きな花に囲まれて過ごしてね。ここには全部の季節の花が揃ってるんだって。ゆうなさん、お花の名前教えてください。たまには食べられる花を教えてくれ。うん、任せて。東郷さん、一緒にテーマパーク回ろうよ。うん。ゆうなちゃんの眩しい笑顔、今年の生誕祭も大成功だわ。よかった。